1977年の中、ナヨロ駅と周囲約500メートル範囲。右が門別方面。石積みどもりのしっかりとした作りの短式ホームを持つ。無人化される直前で、駅舎はプレハブの待合室に変わる前の木造のもの。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成中ナヨロ駅は、 北海道なよロシアざ朝日にかつて設置されていた北海道旅客鉄道ナヨロ本線の駅である。電報略号はナヨ、ナヨロ本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは線路の北側に存在した。点鉄機を持たない防線駅となっていた。 無人駅となっており、有人駅時代の駅舎は改築され、高品北線豊か牛駅や、車内駅と同系のプレハブ駅舎となっていた。駅舎は、構内の北側に位置し、ホームに接していた。名寄川沿いにあり、上、名寄と名寄の中間に位置したため、名寄に、中を冠する。2000年時点では、駅舎が残存しており、車内には、 現役時代の看板やポスターが保存されていた。2010年時点でも駅舎は残っており、旧港内裏家にはブロック作りの鉄道館舎も断存していた。2011年時点では駅名板も設置されたままで、名寄本線の他に新名線の異物の一部も集められていた。駅舎はバス停として利用されていたが、2017年7月時点では国道沿いに 新たな待合室が設置されており、駅舎は施錠されている。2021年9月時点では、駅舎は開放されており、名寄本線や新名線などの列車運行表のコピーが貼られている。中名寄り上高上に関するカテゴリー。ありがとうございます。